なんだけど、最初の方に、じゃあ今からこの死肉の方をまず印つけて切り切って裂いていきますね。あ、今からじゃあここ割って開いていきますね。じゃあ骨をまず2、3センチぐらい削りますねみたいなことをさ、全部口頭で解説してくるの。ちょっとウキウキで。ね、本当にやめてほしくて、私一生懸命やめてやめてってこう目隠しをされてて、当然口も開けっぱなしだから喋れないわけですよ。麻酔効いてて、多分もう必死にこうさ、手の本当体の前でこうやめてやめてみたいなポーズをしてたら、あのコルセット先生が視界にバリアは効きませんよって言ってきて、バリアじゃねえよって、やめろって言ってんだよその解説を。